キャロ、あ、おバカ者だ。女の子、ごめん。キャロ、なんでいるの。キャロル、聞いて、軍藤さんが言ったことは嘘なんだ。嘘。軍藤さんは君をへこませようとしてあんなことを。軍藤、バカ、なんなのあの人。違うんだ、きっと軍藤さんは僕のために。なんでミススちゃんが私をいじめるとコウちゃんのためになるの。さんは背中を押してくれたんだよ。愛してるよ。遅くなってごめん。